お疲れ様でーす、ベロニカさん。藤沢、ただいま参りました。あら藤沢くん、今日は2時間も早いけどどうしたの？4限目の講義が休校になっちゃって。簡単に休校になっちゃうんだ。大学の先生ってお気楽だね。ベロニカさん。なに？ひょっとしてピアノレッスンのことを商店街の人に訂正してくれました？訂正？何の？ほら、誰が誰にピアノを教えるかっていう。ああ、あれ、うん、別に訂正なんてしてないよ。おかしいな。どうして？何かあった？さっき吉松楽器店の前歩いてたら、店員が僕を見つけるや。あんた、噂の藤沢くんだろ？神谷古書堂でバイトしてるよね、っていきなりで驚いたんですけど、その店員続けて、なんであんたピアノ弾きちゃったりするわけ？って言うんですよ。それで僕、何のことすか？って聞き返したら、その店員が、あんたがベロニカさんたちにピアノ教えるって商店街中の噂なんだよ。あんたが教えたりしなきゃ、あの美人姉妹がうちにピアノ習いに来てくれたかもしれなかったのにさ、って言うんですよ。美人姉妹か。へえ。ね、それどの店員さん？今度話しかけてみよう。なんかサービスありそうだし。問題はそこじゃなくてですね、ベロニカさんが訂正してないなら、どうしてあの店員は僕がピアノを弾けることや、僕がベロニカさんにピアノを教えることを知ってるのか、なんですよ。藤沢くんからピアノ習うことにしたって私が公言してるんだから当然でしょ。え？藤沢くん、昨日私が言ったこと、あれ冗談だよ。多分ナタリアやビャクレンも同じじゃないかな。冗談？うん。いくらなんでも私たちがピアノを藤沢くんに教えるだなんて言わないよ。私たち藤沢くんに誓った通り、ちゃんと見栄を捨てて謙虚に楽器を習うって決めたんだから。どういうことっすか？つまり、三人とも自分たちが楽器音痴なことを隠さずにみんなに話してると？もちろん。あ、ただ弾けない格好悪い姿を他で見せたくないってだけ。あら、そういうことだったのね。そういうことだったのよ。神谷さん姉妹はなんで毎回毎回こうなんすかね。ごめんごめん、つい。ついってあーた。まあ、強いて理由を言うなら、相手が藤沢くんだからってことでしょうけど。理由になってませんけど。藤沢くんさ、あなたはナタリアや白蓮とごく普通に会話してるけど、というか、あの二人が藤沢くんとは普通に会話をしてるけどって言った方がいいかな。それどういうことかわかる？普通に会話すか？短すぎて実感ないか。そりゃそうだ。どう説明しようかな。そうだな。例えば、あの二人が藤沢くんをからかうみたいに他の人をからかう場面って今まで見たことある？あの二人が、それはありえません。ね。つまりそういうこと。藤沢くんは二人にとっていろんな意味で別格、特別なんだね。もちろんいい意味で。なんだか悪い気はしないですね。全然悪いことじゃないから。別格、特別、白蓮先生にとってもですか？そうそう。あ、でもナタリアのことも忘れないで。ナタリアが他人に心許すなんて白蓮以上に本当に稀なんだからね。了解です。でもなんでナタリアさんあそこまで人付き合い苦手なんすかね。隠れファンも多いのに。現に告白寸前の警官もいるじゃないですか。ほんとだよね。あの点さえなければあの子ほぼ完璧なんだけど。頭脳明晰、美人、クールだけど実はあったかい。ほんとだ、ほぼ完璧じゃないですか。まあ難しい妹だけどよろしくね。とにかく藤沢くんは特別だから、そこんとこよろしく。特別か。まあ冗談でからかわれても仕方ないっすね。許してあげて。ああやって二人はコミュニケーションの楽しさっていうのを実感してるんだよ、きっと。人付き合いが苦手な二人のことは理解しましたけど、ベロニカさんは人付き合い問題ないっすよね？ないね。
どっちかっていうと好きかも。ですよね。するとベロニカさんが僕をからかうのにはどういう意味があるんですかね。うーん、単に面白いから。やっぱり確認した僕がバカでした。まあまあ、同じウィングスファンじゃない。固いこと言わないの。はーい。まあディスプレイ2人で頑張りましたしね。でどうですか、ディスプレイの効果出てます？売上には目立った効果はまだないけど、お客さんが足を止めて見てくれてるのは確かだね。ポールやウィングスの普及に一翼を担ってるってことですね。何より何より。ねえ、今朝もディスプレイの微調整やってたんだけど、どうかな。どれどれ。あー、なるほど、ビートルズの楽譜をいろいろ揃えたんですね。そう、本当はウィングスの楽譜置きたかったんだけど、まだ結成して数年だもんね。日本じゃ楽譜自体がなかなか手に入らないし、ましてや古本は出回ってない。だからビートルズで補うしかなくて。いいんじゃないんですか、バンドのディスプレイであると同時にポールのディスプレイでもあるんだから。まあ他の本でメインテーマをウィングスにしておけば主張はできてると思いますよ。それにビートルズをわざわざサブテーマにしてるってこと自体が面白いですよ。